よし、ボスだ。ボスで、どんなボスやったかも覚えてない状態で行こうとしているこの突撃は、どこから力をいただいたかというと、ノベリホさんがいいねって今来たんですよね。かわいい。かわいい、なんか FF のキャラみたいなプロフの人は。それで頑張ろうと思った。そっか、なんか縦ごと生えじゃないよね。あの、ボスみたいなボスやったっけ？倒せるかな？麦製で。初見じゃないよ。突撃。突撃じゃない。ぶつけ本番で。いけるかな？あー、覚えてる。これあんま強くなかったな。あの、間から叩けばいいってだけやけど、これ一発いけんじゃね？二発やけど。昨日からずっと言ってるけど、初見と、突撃かな。初見ではないです。初見って言うとやっぱ、電気と。ぶつけ本番と呼ばせていただいてますから。どこで。おお、こんな早かった？こんな早かったっけ？今までこれの小さいやつもいなかったよね、別に。わー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 。角度悪っ。ちょっとやわー。倒せたの。でも全然余裕や、これ。で、低いの倒されないもん。黄色やから。雨入道に岩みたいな。縦ごとに木みたいな。3回目に来るんかも、下に。オッケーオッケーオッケー。激余裕や、よかった。昨日のボス弱い。昨日ってすいません。僕の中の昨日すいません。夜日芋むかでみたいなやつ的な名前の、名前じゃないか、形のやつ。僕名前もそうでした。夜日はついてますね。え、どうやったっけ？これどうやったっけ？全然いける。もういけてるぐらいのはずや、最初のやつ決まってれば。危ない、危。これに、これが唯一のピクミンへ攻撃する手法か、吸い込みが。ピピーの音がここなしかね。あ、危ない。全然いけた。一回でいけた。初見ではないですよ。一番弱いボスでした。あ、このいいねってノベリホさんがくれたからやな、このタイミングで。ありがとう。長っ。さっきの動画自分で聞いたらさ、ペン置く音までめっちゃ拾ってんな、これ。やっぱマイクちゃんとしたの使わなあかんねえ、これ。ペン置く音って。はい、ありがとうございました。あ、今の音も聞こえたかな。カチカチカチって連射してるタッチも聞こえてんかな。